半額の国産鶏もも食べるぜ。炙っていこう。ご丁寧に塩コショウもついてます。はい、まずこれいきましょうか。はい、塩コショウついてるやつ。塩コショウで、やっぱこういうねシンプルな飯が一番美味しい。シンプルな。シンプルイズベストが美味しいよ。いただきます。シンプルね、シンプルで食べます。シンプルにうまい。シンプルにうまいわ。ポン酢入れて、これも絶対うまいわ。地味で、これで鶏肉を、ポン酢で食うと絶対うまい。楽しいやつ、いただきます。最高。待って、これめっちゃうめえ。あー、うますぎ。これやばいわ。これやばい。ネギまみれの、これマヨネーズする。最高でしょこれ。ネギまみれ地鶏。めっちゃ美味しいよこれ。あー、うまっ。みんな試してみてこれ。騙されたと思って。めっちゃ美味しいこれ。やべえ、笑いが出る。めっちゃ美味しい。この肉めっちゃ美味しいわ。マジビビった。めっちゃうまい。うまい。マジで美味しい。今まで食っ
っちゃ焼き鳥屋行ったり食べたけど、これこの肉美味しい。国産鶏主計、親鶏特有の旨味と歯ごたえがあります。めっちゃ美味しい。ビッタ、いやホームレスビッタ、いやいや、ここまでそのリアクションする予定なかったんですけど、これはやばい。なんていうんですかね、親鶏はめちゃくちゃシュワイじゃないですか。親鶏ってさ、まあ、一角でもそうですけど、ひな鶏柔らかい、親鶏は硬い、ギシギシギシカンガーンじゃん、硬いじゃないですか。これね、これね、この肉、まあ、半額なんですけど、この肉、この肉は美味しいね。フレッツさん、親鶏とひな鶏の中間ぐらいのほんまにいい感じの歯応え、食感、美味しさ、旨味、親鶏が苦手な人も食べれるし、ひな鶏でちょっと物足りんかなっていう人はこれめっちゃ美味しい。いや、リアルにちょっとこんな宣伝するつもりなかったんですけど、これは美味しい。びっくりした。マイボン、うまいもん。あんかけたっぷりカニ玉天津飯にも、はい、よし、卵3つ、 OKOK、 謎の草、 OKOK、 謎の草、おいしい、天津飯。うまい。はい、てな感じでね、はい、鶏肉焼いてね、ね、カニ玉のね、天津卵を作っていきました。はい。マジで、30年間生きてきて、めちゃくちゃ美味しい。一番、はい、30年間生きてきて、めちゃくちゃ一番美味しい、30年間生きてきて一番美味しい鶏肉見つけました。はい、フレッツさん。広島県のフレッツさんね、の、鶏肉が、親鳥と、ひな鳥の、中間でめちゃくちゃ美味しかった。はい。フレーズさんぜひね、僕に CM ってな感じで、その外食行かずにね、外食行かんでも美味しい料理って食べれるんだなって実感しました。はい。ってな感じで今日はね、美味しい鶏肉と天津飯とお酒を飲んでいきました。
今日はおやすみなさい。バイバイ。